漠然とした不安とか皆さんあると思うんですよ、お金に対して。そういう不安をテクノロジーで解決できんじゃないかと思って、まあ、起業したっていう形ですね。マネーフォワードはですね、個人がお持ちの銀行とか証券とかカードとかポイントとかあらゆる情報を一元で管理できる。なんでこうスマートフォンパッと見るともう自分のいくら使ったかとかいくら収入があったかとか今いくらあるかっていうのが一瞬で分かると。でそれがもうどんどんリアルタイムで分かっていくようなツールですね。私たちは Google がマテリアルデザインを発表した直後から対応を進めてきました。マテリアルデザインの対応に関しては意外とその好意的な反応が多くて、マテリアルデザイン対応後リリース1ヶ月でユーザーの増加に関してはプラス 30%、 平均滞在時間に関してはプラス 7%、直帰率に関してはマイナス 4% の改善が見られました。 UI のフォーマットはある程度決まってますので、エンジニアの方で UI を予測しながら必要な機能を実装するようなことができるようになりました。タブレットの方はスマートフォン単体でお使いのユーザー様に比べて大体 1.5 倍の課金率になってます。タブレットとスマートフォンを併用しているお客様に関しましては大体3倍ぐらいの課金率になってますので、マテリアルデザインに対応するまではOS のバージョンアップ対応に多くの時間を割いてきました。サポートライブラリを使えば OS が変わっても同じ動作を保証してくれるので対応にかかる時間はかなり少なくなりました。例えばコーディネーターレイアウトには助けられました。以前は1画面で多くの情報を見られるようにスクロールするとヘッダーが自然に隠れる機能を開発していたのですが、 OS のバージョンアップで動かなくなるケースがありました。このような仕様は今ではサポートライブラリが吸収してくれています。今ウェアへの対応も進めております。音声認識で家計簿をつける機能が入っています。クレジットカードの引き落とし日、あさって引き落としがあるよとか、あと銀行の残高が足りなくなってるよとか、事前にこうお知らせできるようなことがあればそういった機能を追加していこうと考えています。私たちのサービスはお客様の重要な情報をお預かりしているので、特にセキュリティには気を使っています。端末上のデータの取り扱いや通信の暗号化、接続先の API、全てにおいてセキュリティを重視した運用を行っています。 Google さんのプラットフォーム、テクノロジーの良さを生かしながら僕らもいいアプリケーションをどんどん作って世の中にいいインパクトを与えていきたいと、ぜひご一緒にいいサービスを世の中に届けていければなというふうに思います。